Hello there! 始まりました。森哲チャンネルです。今回はですね、トイック800点プロジェクトですね、ビジョンくんの結果発表をですね、はい、いきたいと思います。4月の結果ですね。4月の結果ですね。いよいよ来ましたのでですね、それをこう開封していきたいと思います。まあですね、初めて見る方も多いと思うので、かなりですね、チャンネル登録者数も増えましたので、ありがとうございます。ありがとうございます。どんな企画だったかっていうと、まずもともと何点なんだって。もともと最初のテストですね。そうです。最初が、2月のテストで、はい、一番平で265点ですね、はいはい。で、この海外でですね、仕事を始めるん で、ねはい、で、それまでに取っておかなきゃいけない点数が800点ということで、はい、で、いつまでに必要かっていうと、7月の28でしたっけ28、はい、?7 月のテストですね、はいはい。そこまでに取らなければいけないということです。はい、で、2週間ですね。最初、2週間、まあ僕が出した課題ですね、をやって、で、それで260からどこまで上がったかっていうと、3月10日のテストで445。445点ということですね。で、4月受けて1ヶ月ぐらいですか？そうですね、4月のテストが1ヶ月ぐらいですよね。はいはい。でまあ、どんな感じで勉強してたの？ああ、もう参考書、まあ、前回の動画を見ていただければ分かるんですけど、はい、まあ、そこでやった過去問、ああ、過去問じゃないや、公式問題集、ね、だと、はい、先生の参考書、単語帳、はい、文法書、だとリスニング教材、はい、やって、はい、80時間分ぐらい、分ぐらいやって、で1ヶ月間ですね。なるほど、1ヶ月で80時間ぐらいやって、どうなったかっていうわけですね。毎回なんか、あれですよね、この直前、これそうです。アビリティーズメジャードってあって、それを見て、なんていうか、このアドバイス出せるんですけど、はい、前回結局ギリギリでしたもんね。ね、前日とかだったんですよね。前日とかで、今回は1週間。あ、来週なんで1週間あります。はい、1週間あるので、はい、まあ、1週間いろいろとやってもらえるんですけど、ね、まあ見て、アビリティーズメジャードって、どれぐらいの正答率なのか、どういうところが弱いのかっていうのが見れるやつなんで、そこのアドバイスもしていきたいと思います。じゃあ今回も解説をして、はい、解説をしていきたいと思います、ね、はい。アドバイスをしていきたいんですが、さて、何点だったのかっていうですね、まずは。はい。また急に行くんですか？僕開けたらまた急に行くんですか？はい、例によって。そうです、例によって。悲しいですね。いや、待ってください。じゃあ、はい、今回の目標が、目標は前回445か。445点。で、180点ぐらい伸びたんですよね、前回確か。ああ、そうですね。そうそうです。で、今回が、まあ、その勢いに乗るのは難しいかもしれないですけど、まあ、160点ぐらい上げて、600オーバーしてればいいな。はいはいはい、手応え的にも、多分、600、うまくいけば600、悪く。なるほどね。はい。では。ああ、ちょっと怖くなってきた。ああ、やばい。心拍数が。はいはい、ああ、やばい。メンタルが弱いんで、すいません。点数見て、おー、なるほどね、はい、はは、そういうことですね。これまた俺結構見れないみたいな感じなんですかね。うわー、そういう感じだなーねー、ちょっとマジっすかー、かわー、いやー、ちょっとこちら、やっぱり俺見えないっつってマジっすか、あー、なるほどね、めっちゃ気になる、はい、555点、待って、555？ マジっすか？555っすか、点って言ってたっけ、前の動画で何ですか、なんか言ってたんだよ、600いくつみたいな、確か何点いきたいみたいなこと、そうそうそう、620っすよ、あ、620っす、前回の動画で620ぐらい、あ、確か620ぐらいいけたらいいなって思って解いた手応え、600いくかいかないかだろうって、ああ、なるほど、はいはいはい、前回で600、目標620で1555ってことね、はい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 、ほら、時間ある、600の壁はあるって言ったじゃないですか、今ドーンってね、600の壁はあるんですよ、そう簡単に600点って超えられないんですよ。ですね。で、まあ、この前が555の前が、どっちがリスニングリーディング、前回の結果は、あ、前回の結果っていうか445の時は、445の時はリスニングが210でリーディングが235だったんですよ、はいはい、で、なんかリスニングが低いのは、そうそうそう、リスニングを上げなきゃいけない、あ、でもそういう意味ではあれって、もまあ、リスニングの方が315で100上がってるんですけど、リーディングが全然上がってない、5点しか上がってないから、マジでですね、ほら、ちょっと早くアビリズムメジャーするパーセンタイルランクがだって31だから、両方とも、えっと、両方とも31だから下位 31%
あーもうなんかマジっすか、やべえ、ちょっと一気にノルアドレナリンが出てきたな。よいしょ、マジっすか。住居見えないようにして、はい、すいません。では、ダブルキズメじゃなくてどんな感じなのかっていうと、マジか。そうですね、いいですけど、はい、こんな形になっていますね、はい、これで正答率が分かるわけですね、はい、ちょっとでは見ていきますね、リスニングの方が、短い会話なナレーションなの で, です、ね、詳細に述べら明確に述べられているものが分かるが50低いこれあれですね、パート1と2ですね、1と2まだ低いね、はい、次が長めの会話の方が88だから、あだからはい 3,4 のちゃんとしてるやつは取れてきて、だ ちゃんととか今回4めっちゃできたんですよ。そうか、目的とか その辺は取れるわけですね。はい、次が、短い会話のやつがやっぱワンツーが低いですね。これだって平均 80% に対して 73% だから。あ、この短い会話アナウンスナレーションはパート1、2なんですか。そうです、あ、これもこっちもパート1、2ですね。この2つパート1、2だから、そうかそうか、でできなくて、で長めの会話なんですね、詳細が理解できる、ここも取らなきゃダメですね。マジか、うん、結構概要が取れてるけど詳細が取れてない、これは取れないといけない、でやっぱ最後のフレーズいや文から話の目的意図っていうのが分かる、うん、これが一番難しいんで、うん、まあ平均も低いですもんね。そうです、平均も絶対低いんで、うん、はい、これは難しいのでできるように、まあ、徐々になっていかなきゃいけないやつで、パート2がやっぱり重要かなと思うんで、パート2だからこれですね、よパート1、2特急、を差し上げますっていうのもなんですけど、これをやってもらいますね。頑張ります。パート1、2特急2を先に渡したんですけど、2はよく出るパターンと難しいのが2つ入ってて、1の方ですねは、まあ、難しいもの中心です、全部じゃないですけど難しいもの中心なの でちょっと変化球的なものも結構入ってるのでですね、ちょっとまあレベルを上げないといけないですね。これですね、はい、続いてリーディングの方いきますね。文章中の、情報をもとに推測できるが低い、やっぱりで具体的な情報も低いで、情報の照らし合わせもやっぱ低いってですね、41、50、45なんで、そこをなんとかしなきゃいけないですね。だから5位はまあやっぱり上がってきたので平均超えている形ですね、65、59で。ただこれでもダメです、まだ文法ですね。で文法もまあ平均は超えてますけど74、68なんで、はい、でもまだ足らない。もっと800いくんだったら語彙と文法はもっとグーンと出てないといけないです、ね、なるほど。で当然ですけど後のリーディングのやつもみんな平均超えてないといけないんで、800いくためにはこれ大丈夫ですかね。なんかやべえ、あ、自信なくなってきちったやべえ、まあ、どうやってやってるかですね。だからまあもうちょっとそうだからやっぱり回答のパターンがちゃんとつかめてない。ただまあそれから今その後とこれ受けてからどんだけ経ってます時間。いやもう1ヶ月、あ、来週でだから1ヶ月ですよね。そうね、1ヶ月で、しかも4月の20何本のテストで、次、来週5月20。そうです。じゃあ、それでもう大量に問題渡してますからね。まあでも、一通り、第1回目の動画でもらった参考書が、ほぼ全て、はい、終わった感じ。終わったんですよね。はい、でやっぱ、そんな絵で、まあ、難しいテキストとかも、ここ、はい、写真、あ、ちょっと今、載っけといてください。はい、あれ終わったんで、やっぱり、ね、だいぶこの時よりは、うん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 、まあ、やばいです。ちょっとなんかショックであんまりなんか言葉が出てこないですね俺マジっすか。はい、なるほど。なのでちょっとセブンもうちょっと上げましょう。やっぱりパートセブンですか。はい、まあ、引き続きその文法とか語彙は上げるのは上げてもらいますけど、ちょっとやっぱセブンがもうちょっと上がらないとこのままだと無理なんで、見ててまた韓国語なんですけどね、はい、大丈夫ですか、はい、マジですか。また大量の問題がですね、ゴールデンウィーク前にも実はものすごい大量にですね、渡してあるのでですね、ものすごい分厚いものがたくさん渡ってると思いますので、頑張ります、はい、これ全部パート7の、そうです、全部パート7です。おい、鬼のようにですね、パート7の問題がたくさん入っておりますので、うん、こちらをやってレベルを毎日やってますよ本当に。じゃあそうか、すいません弱音を吐きました。じゃあ次回は、あ、次回というか来週のテスト、はい、5月26日、うん、テストは、じゃあこれで600。いやダメでしょ620じゃあ。え、50、いや50 え、650、はい、あれ待ってください。450、前回485、445ですよね。これだって555だから今で110点上がったんですよね。はい、
じゃあ、まあ上がって、100以上は上がってはいるわけですからね。そうなんですよ。だって目標が高かったから。まあそうですね。で最初が低かったから。そう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 。そうなんですよね。で180上がって110上がって100、100だから655円。655円。そんな低くていいんですか？とりあえず680。お、ということで680点。130点アップ目指してですね。毎回どうします？そのために髪の毛こう半分ぐらい。そう、いや、やめてください。それ坊主まがいになっちゃうから坊主まがいになっちゃうんで、はい、じゃあということですね、そんな感じで、はい、バンジージャンプも行かなかったら撮りますからね。ちょっとマジっすか、はい、いや絶対やんないっすよ俺絶対やんないっすからね。あ、そういうことね。拒むんじゃなくて、そうそうそう、撮る、あ、そう、撮る、俺はやらない。そう、800点を超えるってことで、オフ会で爆飲みしましょう。撮りますよ、ということで、はい、今日もそうですよ。ちょっとこの後帰ってちゃんとやりますからね。やります、泣きながら、はい、じゃあ頑張ってやってください。はい、はいはい、じゃあまた次回来てくれます。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching. Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.